はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習館の林です。よろしくお願いします。今日は、SFC の AO で絶対やっちゃいけないことは何かっていうところの話をちょっとしようと思います。よろしくお願いします。間違いなく言えることですけど、やっぱインチキはやっちゃダメですよね。インチキっていろいろあるんですけど、例えばそのやっぱり自分のいわゆる自己紹介とかに関して言うと、やっぱり嘘とか大げさとかなんかこう誇大広告的なことを言うっていうのはやっぱり良くなくて、それをやるっていうのはやっぱり非常に良くないですよね。絶対やんない方がいいですよねっていう風な、話があったりとかですね。あとは例えばいわゆる大学何やりたいかみたいな話に関して言うと、これもやっぱりこう研究をやる上ですごく難しいし、まあ親御さんから提案されたりとかすることもあって、結構こうなんて言うんでしょう、答えに窮するみたいなところあるんですけど、まあ、なんていうのかな、こうスピリチュアルみたいなやつ、そのもちろんその個人の考え方としてそういうのを信じるっていうのは全く否定はしないですし、それは個人の自由があると思うのでいいと思うんだけど、こうそれをね、大学でこう研究としてこういうのやりたいんですっていうのを出すっていうのはまたちょっと別の問題なんですよねっていうふうなところがあって、それをこうどういうふうにやるかっていうふうなところをやっぱりしっかり考える必要がある。そこがやっぱりできないと、なかなか難しい部分もあるかなと思いますので、そういうところをですね、やっぱりしっかり考えていかなきゃいけないところがあって、まあそこはねやっぱり非常にこう難しい部分ではあるなというふうには思うんですよね。なのでやっぱりそういったところがあったりとかですね、やっぱりこうなんかそういうところをこう考えてやっていくっていうのはすごい大事なことで、その辺はやっぱりね、こう何て言うんだろう、いやこれが押し切れるだろうとか、 SFC だからこういう変わったことが分かってくれるとかって思って出しちゃって落ちちゃう人って結構いるんですけど、こう何て言うんだろう、 SFC 確かにそのちょっと変わった研究とかに対してすごい寛容だし、認めてくれるところはあるんだけど、ただとはいえね、とはいえやっぱり研究機関だから、やっぱり研究機関で研究するものとしてやっぱりこうちゃんといろいろ考えなきゃいけないところってすごくあって、でそういう作法にのっとってないものを出したとしてもやっぱりそれは SFC で弾かれちゃうだけなんですよね。だからまあそういうふうにならないようにするためにどうすればいいかってことは本当にすごい考えた方がよくて、そういう視点がないとやっぱり難しいと思うから、ちょっとそういうところはね改めてやっぱり考えてほしいなっていうふうに思うんですよね。そこはやっぱり非常に大事な部分だと思いますので、まあ、改めて本当にそこでしっかり結果出せるようにやっていただければなっていうふうに思いますし、それはやっぱり SFC を受ける上ですごい大事なこと、まあ、その SFC だから、SFC はこんなの好きだよねみたいなのを素人考えでいろいろ言うのも結構間違ってることが多くて、そこはやっぱりちょっと考えなきゃいけないんですよね。そうじゃないんだよっていうふうなところは明確にしなきゃいけないと思いますので、そういうところをぜひ考えてやってみてください。よろしくお願いします。